お腹が空いたモンスターということで、ロシアン佐藤と、ママのたかしです。チーママのひびきすくです。ニセコの神です。3人合わせて、エンディーガブリエナです。イェーイ、今度は料理もしたいねみたいな感じで言ってもらってたので、今回は3人にお料理をしてもらおうと思い、おー超得意です。やったー、イエーイ。キッチンのスタジオの方にお越しいただきました。やったー、ここに入ってみたかったんですよ。あー嬉しい。ママがさ、スイーツやりたいねって言ってくれてたと思う。言った。だから今日はスイーツよね。うん、ちょっと私ミスをしてて、うちのスイーツ担当のスケジュールを押さえるの忘れちゃった。なるほど。パティシエの子でしょ。なんで今日は酒のつまみを作ってもらう。真逆じゃんかよ。まあいいよ、まあいいよ、まあいいよ。飲みましょう。地元の美味しいお、あのお酒と、あと地元の他のおつまみとかも用意したんですけど、ちょっと一品だけ3人に、私が作って作ってる量のおつまみを体験してもらおうと思って。どんだけ大変かと。そう。私が食べるのに。食べなきゃいいだけの話なのよ、あんた。体験してみたいよ。そう、ちょっとまたスイーツはうちの、あの、アゴちゃんのスケジュールを抑えたら、ぜひ、やりたい、やりたい。やりたいと思います。うん、また遊びに来てください。わかりました。終わります、みたいな。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございました。そうそうそう、そっからだから。はい。ということで、ちょっとじゃあ皆さんエプロンを好きなのをつけください。はい。え、私はどう？あ、かわいい。かわいい。君みたい。じゃーん。何？君は？さあ、もう。すごーい。今回作ってもらうのは、麻薬サーモンナメロを作ってもらおうと思ってて。麻薬？そう。ちょっと前に、麻薬、卵とか麻薬サーモン流行ってたと思うんですけど、流行った、あれの味付けに近いサーモンのなめろうを今回作ってもらおうかな。おー、たまらなくなめろう。よし、じゃあお願いしたいと思います。はい、よし、よし、いいよ。まずはサーモンがこちらに1キロあるので、大体でいいので1センチぐらいのサイコロ大に切っていっていただいて。はい、サイコロ。さらっと言いましたけど1キロあるんですね。はい、1キロございます。計量はどうするんですか？計量は、そこに食材があるので全部混ぜてきてもらって OK で、味噌 160g です。はい、味噌 160g です。はい、ひとみちゃん終わった。どこ行って、それすごいなと思って見てた。これですりおろせるのね。そう、すごい。私はおろしやすくてすごく、しかも洗いやすそう。めっちゃ洗いやすいの。え、すごいね。みんなが料理するところとかって、え、ある？基本出ないですね、私のね、クッキングコーナーみたいなのがあった。ママのクッキングコーナー。そう、それはね、結構あった。評判良かったね、あれね。すごい評判良かった。はい、160g。 ありがとうございます。取れました。でっかいまな板にどんどん置いてってもらって。え、ここに？そう。じゃあ、チュドンしますよ。これもチュドンして、チュドンしてください。撃て！中身ちゃんに。おー、あとはもうただひたすらに材料を入れながら叩いていくだけ。おお、すごい、恐ろしい。この人に包丁を持たせない方がいいと思いますけど。皆さん、これは人ではないですからね。皆さん、モザイクかけないでね、怪しくなっちゃう。そうですよ、皆さん、これサスペンスホラーとかじゃないですからね、皆さん。これ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 こちゃかずんちゃかずん。アスラですね、これ。あ、アスラ。
杯で今何杯入れたっけな。絶対そうなると思ったんだね。でももう美味しそう、すごい。もう美味しそう。ごまどのくらい？ごまは大さじ3杯。大さじの。大さじは。赤いじゃん。今何入れたの？これ最後と、なんだっけ、唐辛子なんだけど、うん、キムチ用のやつで、うん、あんま辛くない。だから辛いの好きだったらもうワン大さじ入れても、あ、いい、それでとりあえず。いい感じ。あ、できた。あ、できたよ。おお。じゃあちょっとお皿持ってきます。ちょっとでも味見してほしい。味見する。いただきます。いただきます。どんなもんじゃい。おいしい。いける？米欲しい。うん。米も炊いた。よし、じゃあ盛り付けよう。盛り付け。これ1キロ食べれちゃうかも。やめな、本当にそれは。うますぎて。はい、本日も始まりました、エンドブクッキング。お相手は、ママのたかしです。チーマのひきずめです。みてこの神です。3人合わせて、エンディーガブリエラです。はい、今日はなめろうが出来上がった状態でーす。お腹がついたー、もう。ということで、はい、こちらにじゃあ、盛り付けていっていただこうかな。はい。美味しそう。めっちゃ美味そう。この料理の名前を決めました。はいはい、名付けてもゆりの小焼きがめ。どういうことですか、その心は。森、森に小焼きがやめ、発想がね、クリエイティブですよね。クリエイティブ。森の小焼きがめ。集中で出ます。できた。居酒屋、もう居酒屋だ。そう、パーティー。今日は、うん、ただただ女が4人で、うん、飲んで、うん、食べて、うん、食べる会をしたかったっていう。で、女1人しかいないんだけど。まあ4人、まあいるようでいないようで。何か、何なのかちょっと知りたい。あ、オッケーです。これ、うん、こちらが、あの、森の小ヤギがめ。で、うん、これが私の地元の全然手に入らないしめ鯖とかまぼこが合体したしめ鯖かまぼこっていう。いや、ちょうどそれストーリーで見てすごい気になってた。食べてほしい。食べたい、超食べたい。で、これ炙るとまた美味しいんで、一回食べたら炙りましょう。はい、はい。で、あとこれがスルメ麹漬けっていう一夜干しのイカを麹で漬けたおつまみになるんですけど。はい、おー、美味しそう。そして？で、そしてこちらがサバトロスモーク。お塩とサバしか使ってないんですけど、それがスモークされてて、うん、めちゃくちゃ私が好きなサバの料理です。で、これが、地元のアゴの焼きっていうちくわのお化けみたいになるんですけど。お化け？そう、でっかいんですよ。と、あとこれが、赤天ぷらってやって、唐辛子が練り込んである。なんかちょっと、練り物がちょっとパン粉つけて揚げてあるやつで、うん、これもちょっと香ばしく焼きまして、ちょっと焼きすぎた感あるんですけど、いいじゃん。ちょうど良さそう。あとはもう私がちゃちゃちゃと作ったもずく酢きゅうりと、あとこれは塩麹で漬けた卵。うわ、うまそう。卵です。もうじゃあこれ今日は島根パーティー。そう、島根パーティー。イエーイ、ようこそ島根。イエーイ。では早速食べていきたいと思います。はい、の前に、先日、私たちの PV 終わってんのに出演してくれて、本当にありがとうございました。申し訳ないんですけれども、私たちからプレゼントがあります。まず、サイン入りの CD です。そして、メガジャケットです。やった、これは持ってない。おー、嬉しい、やった。そしてまだあります。おっさん、そしてその後ろにはあのシールも入っております。 CD の後ろに。あ、やったー、よかった。かわかわ。ビデオに出てもらってまで食わせるって。美味しかった、でもあのカレー。めっちゃ美味しかった。美味しかったよね。では、せーの。いただきまーす。
やっぱりなめろう先に食べてみたい。行きたいね、うん。作ったからにはね。うん。でも結構私いけそうな気がする。いつもそう言ってんの。いただきまーす。100杯やってる、ほんとに。おいしい。いただきまーす。だって今日はちょっとこの、ヘルシーでもあるじゃない。あ、おいしい。おいしい。食べよう食べよう。酒も進むよ、うん。本来結構さ、居酒屋でなめろう頼んだらさ、ちびちび食べるじゃん。うん。こんなにがっつりなんか食べるの結構贅沢。うん。いっぱい食べたいから、うん、多分本当のなめろうよりだいぶ薄味だと思う。うん、うんうんうん。あ、確かに。サラダを先。ベジファースト。もずく？もずく、もずくきゅうり。え、すごいなんかさ、あれみたいだね。なんかあの、5年ぐらい触ってない亀の中の水槽みたいな。ねえ、いいよ入れ方、美味しい。美味しくないじゃん。珍しい。私、でもさ、いよいよさ、じわじわさ、年とともにさ、あんまり食べられなくなってきて。ほんと？そう、どうですか？私も全盛期よりは食べる量減ってる。やっぱ本当？それってやっぱり年とかもあんのかな？全盛期がやばいっていう話だけどね。まあそうだよ。いくつぐらいの時それ？何年ぐらい前？でもなんか20代中盤ぐらいまでがやばかった。あ、そうなんだ。もうノンストップ？ノンストップなんだって食べれるマンだった。すげえ。ご飯も美味しい。食べちゃダメ。そう。ご飯が、煮た米っていう地元の。うんうん。これも島根の。島根のお米。島根お米作ってるんだ。うん。へぇー。いっぱい作ってる。美味しいね。うん。これ美味しい。ちょっと辛いよね。うん、これがまた。あん、めちゃめちゃ美味しい。美味しい、大好きこれ。ね、これ結構味濃くて、うん。お酒が進む味。しめさま。かまぼこ食べて、うん、あ、どうしめさばかまぼこ美味しい、美味しい。かまぼこがあることによって食感がそう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 楽しめる料理。形が可愛いよね、とってもね。めっちゃぴっちゃりくっついてるんですけど、なかなかそれができないんだって。あ、難しいんだ。美味しい。いくらでも飲めちゃうこれ。日本酒あるよ。塩辛大好き。塩辛でしたっけ。スルメイカの一夜干しを塩辛というかなんか麹で漬けてあって、うん、麹の甘さがあるみたいな。うんうんうん、美味しい。うん、美味しい。イカのワタを使ってないから、うん、苦くないの。スモーク食べてほしい。これも、うん、私の結構な推し。あ、いいよ。あ、サバってスモークすると美味しいんだ。美味しいですよね。すごい美味しい。なんか風味が増して、香ばしくて、あーすごい美味しい。これもまたいくらでも飲めちゃうな。このさ、プライベートと、このモンスターとの切り分け方法みたいなの自分の中で作ったりとかしてるの？うん、でもカメラ回すともうなんか、オンになって。なるほど。なんだとしても。うんうん、そうだよね。うん、おにぎり3個目なんだけど。めっちゃモンスターの仲間入りじゃん。美味しいだもん、全部。わかる。おにぎりって合うよね。合う、全然。サオちゃんの胃袋、宇宙だもん。な。宇宙ブラックホール？ブラックホールあちらにいますか？あ、そうなのよ。実は皆さん、私、海鮮が苦手なんですよ。磯の香りがすればそれほどちょっと苦手度が増すので、苦手なものランキングの中に、しめ鯖というものが入っているんですよ。うん、ただ、ここまでひとみくんが陳列してくれて、うん、なかなか買えないのに買ってきたんだ私、すげえだろ、イエーみたいなことを言ってたので、ちょっと今日は挑戦してみようと思う。あ、素敵。結構ぶりにしめ鯖食べた。ありがとう、挑戦してくれて。いやいやいや、これだとスモークだとどう？スモークはね、サバっていうか鶏肉っぽい感じ。どちらかというと。じゃあ食べてみよう。いける気がする。美味しい。うん、おいしい。これすごい美味しいね。え、嬉しい。よかった。あ、これは永遠に食べれる。わー、よかった。この卓の中で一番美味しいかも。おー、これもめちゃく
ちゃおすすめで、ほんとに、うん、あ、すごいね、これ岡山島根の名産というか日比谷にある島根の物産館では買えますね。あ、そうなんだ。いつも置いてある。この卵の味付けは何だ。新潟の瀬田屋っていうところの地域にある味噌屋さんが作ってる麹漬けの素があって、それで2日かな漬けた。いやー卵、普通の卵とかとは違うよね、なんかね、しまってちっちゃくなって、味も染みてて、油、あー油しやん、すげー、美味しいよ。いただきます。炙りたて、いただきます。どう？美味しいのね。うめえ。炙ったら最高じゃない？ただでさえ美味しいのね、3割あります。いやね、本当。あったかさとジューシーさと、下のかまぼこのさっぱりさが、すごい絶妙。あと、愛しさと切なさと、心強さと、心強さと、やめな。中村正人みたいな言うちょっとよかったな。あと、日本酒と、ああガッサンという。ガッサン。ガッサン特別純米というやつ。これ、かじってお酒飲んでもいいですけどね。あ、まあ、これ。うまいですよね、これ。これ、うちの地元の醤油屋さんの。いただきます。失礼。あ、甘いのね。これちょっと甘めの。ね、美味しい。なんか、誰でも飲める日本酒を今回、ちょっと。美味しい、美味しい、甘いです、これ。いただきます。うわ、これ飲みやすい。そう、めっちゃ飲みやすいやつにしてみた。なんかすごい若干シュワッとしたんだけど。なんかでもそんな感じがする。うん、ちょっと酸もある感じで、うんうん。でもめちゃくちゃフルーティーで飲みやすい日本酒。ね、ヨシアンさんはさ、我々のアルバム演歌ベーシック、聴いてくれた、うん、聞いた聞いた聞いた。どれが好き？エイミーがね、すごい好き。ねえ。嬉しい。嬉しい。いよいよ撮る量の異常さが出てきましたよ、皆さん。やばいですよ、もう。ありがたいですね、皆さん。そう。そして100万人も。そう、迎えてる。ママからさ、100万人達成した時の喜び方が10万人くらいのテンションだったよ。そうなんだよ。全部リリックビデオどんどん出てるじゃないですか。うん。全曲出ましたね、うん、映像が。そう。あれすごいなと思って。リリックビデオの域じゃないじゃん、全部。確かにあれ。全部プロモー。3本1日で撮ったな。いや、そう、なんか、何かで見たな、それ。1日って何と思って。9時ぐらいとかから翌日の朝の7時まで撮り続けるえ、ペイミーとトキシジェンとクラウンの3曲、うん、え、全然テイスト違う。そう、だから1回1回撮って、うん、え、場所も違うとこ、場所も違うところ、うん、そう、メイクとか、そう、だから1箇所拠点にして、で、そこから1箇所行って戻ってきて準備してまたセット、小道具とか全部みんなで持って次の現場行ってみたいなことを繰り返し、でもさ、やっぱさ、こういうさ、料理とかだと思うの、ひとみちゃんにすると料理、うちらにするとそういう作品みたいな、うんうん、やっててさ、自分たちがすごくさ、幸せだよね、やっぱり、それが一番かなって思う。やっぱりロシアン佐藤さんのこの食卓がリリックビデオ。ロシアンさんのリリック、嬉しい。いや、でもそんな中でも、なんといっても MV の、そうよ、終わってんねに出てくれたじゃないですか。いや、本当ありがとうございます。いや、こっちがありがとうでした。あんな本格的なやつに出れるだなんてっていうのと、うん、CD の後ろに名前が載るじゃないですか。もういろんな人に見せびら。かわいいんだから。ほらほら。ちょっと反応がさ、いまいちさ、あの、人より低めなのね。なったんだよとかで、なったよ、ほらほらみたいな。安いわ、安いわ、ぐらいの。平凡な日常の一角みたいな感じで。ちょびちゃん、それ飲みたい。あ、これ飲んでほしい。これ飲みたい、これ飲みたい。山椒のビールなんですよ。飲む、飲む。乾杯！乾杯！山椒ホワイトだよ！山椒のビール。そう。すごい！飲んだ瞬間に山椒だ。うん。あ、
美味しい、さっぱり。そう、ベルジャンホワイトだからちょっと軽めな、なんて言うんだろう、優しい、華やかな感じ。うん、美味しい。あー、吸い込まれてっちゃった、ね、これおはぎとかじゃないからね。おはぎも一口なかなかきついけど。よっしゃ、頑張ろう、ひろきもいただきますよ。じゃあ一口どんなもんか。わかりました。おや、かわいい。これがお酒に合うかも。何言った？ただの食事。なんかね、私ね、最近直そうと思ってることがあって。なんだい？コップに口をつけて飲むときの口の形。そんなの意識して生きていかないじゃん。うん、なんだけど、取られるじゃない。うん、その時にふっと自分で見たのよ。うん、すごい吸い付いてる。どうなんだろう。ちょっと斜めぐらいがいいよ。そう、だから、もう、こう、真正面向いて飲もう。あ、今よかった。じゃあ、綺麗に飲む選手権あるの？じゃあ次、カムちゃん。で、ちょっとカメラ見せて。あ、かわはーい、ダメ。はい、次。もういいよ、もう。秀樹が優勝でいいよ、めんどくせえな。やってやって。ね、強いって音ひとみちゃん狙いに行ったね。でもさすがだよ、かっこいい、かっこいい。で、負けたんだけど。そうだよ。ちょっとご飯持ってこようかな。嘘でしょ。あ、ここにもあるよ。うん、大丈夫。あったかいのがいいんですよ。あったかいご飯。絶対そうだと思った。皆さん、こんにちは。お腹が空いたら、モンスターママのたかしです。チームワールヒルキズムです。みさかのかみです。3人合わせて、エンディーガブリエラです。はい、本日は、このなめろを作って、はい、サバの料理を食べている最中という動画です。こちらの必要なものはすべて私たちが用意して、すべて私たちが全部食べまーす。いやー島根に行ってきましたよ。いやー島根あら、誰かしら、あなた、隣の人ちょっとここ違う家だから。あと不審者も。不審者よ。不審者よ。お天気ニュースの後ろの草。ありがとうございます。ありがとうございます。うわぁ。見てください、皆さん。これはまず出雲のなんですか？浜田っていうところがあって、そこがのどぐろがすごい有名。のどぐろ混ぜご飯。おいしい。おいしいっす。のどぐろの香りが、風味がすごいね。そう。香りがいい。私はもうご飯に乗せるよ。ん？何それ？ビビンバ？おいしい。素晴らしい。素晴らしい。今何割お腹？ 3 割くらい。体調大丈夫？もう一個飲みます。こちらがワイン、これ。これはレモンの入ったビールです。ビール。美味しい。飲んだ？美味しい。いただいてる。レモン。そうね、柑橘系のフルーツの感じがしっかりあるよ。うん。レモン独特の若干の苦味というか。美味しいね。大人のレモンスカッシュだって。へぇ、そうって言ってもらしい。レモンバイゼン。ねえ、噛んでよく、よく噛みな。ほんと。飼い猫とかにもよく言うんだけど、よく噛みなさいって。いいのよ。プロだから、もう絶対。飼い猫にって言うために今、飲んだわよ。でも、カミちゃんも割と大食いの類だよね、割と。うん。そんなことないよ。べぇー。飲みました。まあ、やばい！米がないっていう。米なし、米なし好き。お腹がいっぱいでもモンスターです。いつでもモンスター。いつでもモンスター。企画外だから。え、どうした？ん？何してんの？今サバ。サバらしい。サバらしい。すごいね、もうダイソン。ダイソン佐藤。名前どんどん変わるんですよ。そのうち佐藤だけ残るかもしれない。でもそれ普通の佐藤さん。どうも、佐藤です。もういいじゃん、それさ、一人でいいよ、そしたら普通に。さあ、続きまして。続きまして。うわ、あまたうまそうに、お腹いっぱいなのにうまそうに。なんかさ、ひとみちゃんが扱うとすごい全部美味しそうに見える。まさか一口でいかないですよね。いや、多分、顎とか。
これがヒゲ口から出雲。すごいさ、そのさレモンのさ美味しいよ。美味しいよ。な。すごいさ、すごい彩りだね。うん。いい盛り合わせ。うん、美しいよね。渋い。なんか食べるのもったいないぐらい。食べろよ。こちらでこの食べ始めの時の、あ、今日いけるかものインサート入れてもらって。加藤くんお願いします。でも結構私いけそうな気がする。いつもそう言ってんの。加藤くんイケメン？加藤くん可愛いんですよ。あらーイケメン。たまたま空いてる。たまたまがね。いつのなんだよ。ねえ、笑って許して。笑って許して。いいでき。どうしたの？大丈夫？やばい、そっちから来ると思わなかった。もう絶対乗らないわけ。私は何売りたいな。え、私はお米が売りたい。お米が売りたいんだ。作ったの、その。え？え？これでしょ？可愛いんだけど。気になってたけど。あ、本当だ。煮玉って地元のお米の、私の大好きな米とコラボして100万人記念のパッケージを作ってます。すごい。可愛いこれ。今日食べてもらったのがこの煮玉。あ、出るんだ。ダオ。何？ダオ。ダオ。ちょっとその白米食べたい、その白米食べたい。持ってくる？うん。え、ちょっと食べてほしい。やったーようこそ、スナックのメンビーガブリラ、ママのたかしです。下村秀樹です。下村かみです。こんにちは。メンビーガブリラです。メンビーガブリラです。いただきます。普通のさ、お米よりもさ、割とさ、しっかりしてない？うん、ちょっとしっかりめに炊いてある。だよね、美味しい。うん、こういう袋に入れただけでこのお米がすごく愛おしく感じる。嬉しい。キャラクター可愛いもんね、とみちゃんの。もうずっと初期の初期からもずっと変えてない。髪型が違うもんね、もうね。そう、昔はこんな感じだったけど、うん、そう、ボブだったし。今やったらね、ここら辺まで行かなきゃいけないから。そうね、見てたよ。そう、結局、きっかけだってそうだもんね、秀樹さんが見てたよって言ってくれて。見てた、見てた、見てましたよ。私だって大食い大好きですね。ね、言ってた。動画よく見る。え、でも、エンガメさんも20万人突破した。あれ、ひとみちゃんのおかげだから、ね。そうですよ。そんなことあります？ありますよ。でも、あの、ひとみちゃんのとのコラボだったんですよ、その時、その前ね、うん。でも、で、そこで、たかしが言って、万年19万人。そうだから、あなたたち登録してたって言ったら、ちゃんとみんな登録、いい方多かったのよ。ありがとうございます。ほんと、こんな嵐に来てるだけなのに、私。え、でも、私の推しは、みんなの推しみたいな感じで、こうね、一緒に。素敵。じゃあ、ひとみちゃんも。え、でも、みんな CD 買ってね。お米はついてこないけど、ね、じゃあ最後さ、誰かが食べた方が閉まる。あ、やばい。ヒックもそれ先に食べちゃった方がいい。ちょっと無理、全部無理。お母さんかな、トミちゃん。ニコニコ食べてる。大丈夫なの？よし。あら、ラストです。皆さん、いただきます。あー、ヒットミ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 ー。はい、ということで完食しました。完食。今回はあのロシアさんがすごいこの出雲の、うん、島根のこの名産たちをいろいろ用意してくれたじゃないですか。うん、全部美味しかった。よかった。私はもうこの燻製、うん、最高だった。トロサバ、サバトロスモーク。最高だった。これはね、ちょっとね、買いたい、普通に。嬉しい、よかった。赤点が美味しかったかなぁ。あー、嬉しい、よかった。練り物も美味しかった。そう、練り物結構名産で。これもうちょっと今度現地かなぁ。あ、来てくれる？行きたい！案内してくれる？え、する、全力で案内する。違うの、旅行、旅番組撮りたいねみたいな話してたの。だから、呼んで。旅行に行きたいですね。そう、ぜひ。島根、ぜひ来てください。絶対行きたい！行くぞー！イェーイ！見に
来てくださいということで、はい、今日はまた楽しい私の大好きな推しの3人エンビーガビエラさんとのコラボでした。ありがとうございました。エンガブさん何かお知らせありますか？はい、私たちのチャンネルでもロシアン佐藤さんが激辛に挑戦してくれてますので、概要欄に載せてもらいますので、ぜひそちらをチェックしていただきたいのと、チャンネル登録もしてほしいなって思ってますよ。ぜひとも、私たちのチャンネル見ていただきたいです、はい、そしてもともとは先ほどね、あの CD を渡させていただいたんですけど、音楽の活動をさせていただいておりまして、うん、とりあえず私たちのチャンネルで、あのこの発売されたエンガベーシック の、 あの映像全曲見れるようになっているので、うん、気になった方はまずは見ていただけたら、うん、あのすぐにチャンネル登録すればいいと思います。ひとみちゃんも出てますからね。そうです、私も出てるよ。それではお腹が空いたらモンスター。コラボでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ごちそうさまでした。バイバーイ。私は高島ママです。この部屋を飲んだので、今日ちょっと酔っ払っているんですけれども、すごく楽しい撮影になりました。さよなら。